はい、こんばんは。世界美人図鑑のセリーです。今夜はですね、YouTube とは違って、そして Google から、美人という検索で調べてみようと思います。じゃあまず、普通に美人と検索します。で、僕は、最近よく見ているので、どんな投稿があるかっていうのは知っているんですけど、例えば、美人って検索して一番上に来てるだったら、昔は貧乏だったけど美人な人たちをまとめ、貧乏だった美人の人のまとめがトップに来てますね。あんまり知ってる人はいないんですけど、この人ミライ・マリカさんっていう人だそうです。で、次がスチームガールズっていう、多分アイドルですかね、の人が、まあ僕は、それは思わないんですけど。次、安田ゆきなさん。ボクサーですかね。かっこいいですね。その後が、ああ、この人は綺麗ですよね。この人もともと貧乏だったんですかね。家計が苦しかったみたいで、税金などを滞納して、実家が沖縄市に差し押さえられてしまったんです。まあでも、ここにある情報も実際まあ本当かどうかわからないんですけどね。ネットの情報なんで。まあでも、こういうことが書かれてるって書いてあるので、もしかしたらそうなのかもしれません。で、次、この方。これなんて読むんですかね。なんとかももこさん。ももちって呼ばれてるそうです。かわいい感じの子ですね。シール効果が流行った時にバナナについてるシールで代用。これ面白いですね。多分キャラクターのシールの交換だと思うんですけど、その時にバナナについているやつで代用したと。で、風呂がよく壊れるため実家の前の川でよく体を洗っていた。お店で料理を注文する際に自分は水に皿を入れてしのいだ。なるほど。すごいですね、本当だったら。なるほど。次、落合ゆりかさん。どんな人なんですかね、この人は。なかったって情報はないですね。次、若槻千夏さん。この人最近テレビはほとんど出てないなっていうふうに僕は感じてますけど、グラビアデビューした直後は漫画喫茶に泊まりしているという、なるほど。上京していてお金はなかったというわけですね。はい、続いて、有名ですね。元 AKB の秋元さん。この人も貧乏だったんですね。父親がずっと無職だ、であったことから幼少期が貧しかったといい、小遣いをもらったことはないし、電気やガスが止まるのも当たり前。食事やスーパーに半額になってから買いに行っていた。ないときは白飯に醤油かけて食べていた。なるほど。また洋服はフリーマーケットでしか買ったことがなかった。デパートは緊張して、つい最近まで買えなかった。なるほど。相当ですね、これは。なるほど。お、続いて、また AKB ですね。中谷飛鳥さんですかね。声優学校に通うも月謝が払えず自主退学した。レッスン帰りに職員に誘われるが、人混み以外にはつってくる理由で断る。なるほどね。指原さん的には買ったそうですね。ここにはないといなくて、微妙な時間だから、メモの食事を。なるほど。桑田彩さんですね。これ何してる人なんですかね。ちょっとわかんないですね。いや、アイドル。違うか。今は多分アイドルなんですかね、おそらく。森口さん。結構たくさんいらっしゃるんですね。あ、この人もなんですね。鹿児島出身の小西は、小学生時代に両親の離婚を経験。母子家庭で家賃1万円程度の市営住宅に住んでいたという。なるほど。彼女の母親は、昼は事務員、夜は菓子屋の店員として働き、家計をゆっくりしていた。子供の夢は家に友達のように誕生した。なるほど。そうだったんですね、この人も。
魔性久美子さん、この人なんですね。安室奈美美、この人もそうなんですかね。ほう、歩いて通っていたという、すごいですね。上原美優さん、最近いろいろありましたね。山田優さん、この人なんですね。ね、菅野美穂さん、この辺結構有名な方が多いですね。結城まおみさん、有名ですよね。誰のがれ、あけみ、ハーフタレントセレブといった世間のイメージに厳しい。私の家はお金持ちじゃなかったから欲しいものがあって親に言えないし我慢だった。知らないですね、この人。アンミカさん、わかりません。なるほど、という感じですかね。うん、結構後輩なんか有名な人も何人かいらっしゃいますね。まあでもやっぱりね、苦労してる人はたくさんいますよね。でもその苦労の違いが、まあ差はあるんですけど、まあでもそれ人それぞれがね、苦労と感じたらもう苦労なんで、その中でね、こう人たちのようにどうやって、這い上がっていくって表現変ですけど、うん、自分のね、仕事を見つけて、自分のね、やりたいようにやっていくかっていうのが大事なんじゃないかなと思います。でも実際はね、結構文句ばっかり言って、何もしない人が多いんですけど、ね、ここに乗っている人たちは、まあ、情報はね、正しいかどうかわからないんですけど、すごいなと思います。はい、という感じで今日は、昔は貧乏だったけど美人な人たちのまとめでした。最後に、またぜひ皆さんに見てほしいので紹介しておきます。はい、次回美人図鑑のブログです。また、今日も更新しているので、ぜひ遊びに来てください。で、遊びに来たらぜひね、この辺とか、ポチッと押してもらって、で、パパーっと見てもらえたら嬉しいかなと思います。まあ、いろいろ書いてるので、時間がある方は読んでほしいです。あと、まあ、いいなと思ったら、美しいなとか、綺麗だなと思ったら、ぜひいいねをお願いします。はい、ちょっと長くなりましたが、これで終わります。では。